はい、こんにちは、レッドストームです。今回なんですけども、宅建合格に必要な応用力について解説していきます。で、今回は具体的な事例を一つ挙げてですね、解説していこうと思うんですけども、まず応用力って何なのかというと、問題文とルールをつなげる力です。問題文とルール。ルールっていうのは、法律ですね。テキストに載っている太文字で書いてある部分といったイメージです。こういった部分をつなげていきましょうと。この力が応用力につながってくるという話なんですね。でも早速ですね、ちょっと具体例出します。これはですね、令和2年の10月試験、問い6の選択肢2の内容です。で、問題文なんですけれども、A は自己所有の時価100万円の壺を10万円程度であると思い込んで、B に対して手元にお金がないので10万円で売却したいと言ったところ、B は A の言葉を信じて、あ、それなら10万円で購入しますよと言って、AB 間で売買契約が成立した場合、錯誤による取り消しができるか、それともできないかという問題なんですね。A さんがいて、A さんが100万円の壺を持っていましたよと。でも A さんは100万円の壺と思わず、これ10万円ぐらいの壺だと思い込んでいたわけなんですね。だからこれ10万円で売りますよって言って売却しちゃったという状況です。で、ここの問題は錯誤に関する問題だということはおそらくわかると思います。錯誤に関する問題だってことはわかると思います。で、錯誤についてもルールっていっぱいあるじゃないですか。原則があって例外があったり。で、表示の錯誤があったり、動機の錯誤があったり、例外の共通錯誤があったり、いろいろルールがあるわけなんですね。錯誤に関して言っても、ここに3つ書きました。それ以外にもあります。さらには錯誤じゃなくて詐欺もあったりとか、いろんなルールって民法には載ってますよね。1000条以上のルールがあります。その中のルールと問題文とつなげるんですね。この問題文は、こういう理由で、このルールとつなげる。つまりこのルールを使っていく。そしたら答え導けるんだな。というふうに論理立てて答えを導くっていう話なんですよ。これが応用力なんですね。で、今回の問題で言うと、売り主 A さんっていうのは、100万円の壺を10万円程度と思い込んでるわけです。これは10万円ぐらいだろうって思った。だから10万円で売りますよって言ってるわけなんですよね。ここをちょっと分解したいんですけども、壺は10万円程度って思ってます。こういった動機があるわけなんですよね。だから10万円で売るよって表示をしてるわけです。動機があって、それが原因で表示をするわけですよね。もう一回言いますね。これが10万円程度の壺だと思っているから10万円で売りますよって言ってるわけなんですよ。つまり10万円程度だっていう動機があって、で、その後に10万円で売りますっていう表示をしているわけで、勘違いをしている部分っていうのは表示ではないですよね。なぜなら10万円と思ってちゃんと10万円で売りますって言ってるわけだから、表示については勘違いしてなくて、動機を勘違いしてるわけなんですよ。100万円の壺を10万円程度だと思い込んでるわけだから、この動機の部分で勘違いをしている。だから動機の錯誤を使うんだ。っていうふうにつなげるわけなんですね。じゃあ動機の錯誤はどういったルールかというと、その動機というものを相手方に伝える。厳密に言ったら目次的に伝えるでもいいんですよ。目次的に伝えるっていうのは、言ってなかったとしても、その状況っていうのはな、お互いが話している状況、売買契約をしている状況だったりとか、そういったものを踏まえたら、表示はしなかったとしても、動機伝えていなかったとしても、相手方、その動機分かるよねと。一般的に考えたら、その動機分かる状況だったよね。これが目次的に表示をしたことになります。ただ、問題文を見ると、そういった状況は全然書いてありません。また、動機について表示をした。これも書いてありませんよね。A さんが、私はこの壺10万円と思ってます。だからあなたに10万円で売りますって言ってないんですよ。あくまでも手元にお金がないから10万円で売却したいと言ってるだけだから、動機は伝えてない。そうすると動機伝えてないってことは、これは錯誤取り消しができないんですね。だから今回の問題は錯誤取り消しできないって答えを導くという流れになります。このように、問題文から自分が勉強してきたルールを適用さす、つなげる、リンクさせるってことですね。
問題文と自分が頭に入れたルールをつなげる、この練習をどんどんやっていく。そのためには問題文に書いてある言葉を自分自身で置き換えていく。こういう言葉があるから、あ、これは動機の錯誤だよねっていうふうに置き換えていく。で、解説にはそこまで書いてないかもしれないんですけども、書いてなかったとしてもやっぱり自分自身で調べたりとか、また考えたりとかしながらですね、やっていかないといつまで経っても応用力ってつかないんですね。動機の錯誤のルールっていうのはおそらく頭に入っていると思います。また今入っていなかったとしても勉強を少しやったら動機の錯誤のルールは覚えちゃいます。ただ覚えていたとしてもこれ使えなかったら意味がないんですよね。使えるためにはこのつなげる力が必要になってきますんで、その勉強をぜひ行っていただければと思います。そうすれば格段に実力上がりますんで、ぜひ行っていきましょう。そして弊社は短期講座を行っています。短期間で実力を上げるためには、今言ったような解説が問題集の解説に書いてあれば調べる時間少なくなりますよね。なので弊社の短期集中実力アップ講座の解説にはこういった理解すべきところまで書いてあります。なので調べる時間がすごく少なくなるんですね。なので短期間で実力を上げていただくことが可能です。実際中卒で元とび職、法律知識もゼロの方がたった3ヶ月、7月の中旬ぐらいですかね、から受講していただいたんですけども、そういった方でも1回で合格しました。なのでまだ今からであっても合格していただく自信ありますので、もし今年の合格を目指しているというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。